どこから来たんですか。どうぞ。あれ、何ですかね。パスタは少し止まってよろしければ今一つは注文いただいてるんで一緒に作っちゃいます。アドリブでいいですか。いいですね。はい、それではもうやってよろしいですか。いいよ、まだ早いです。いいですよ。今からです。歌わせてもらいます。それじゃあですね、333って歌を歌います。ちょっと半端な気持ちで君を誘ってみたんで、君だって楽しくないだろう。Jealousy, jealousy.
復活した時の記念するべき歌だという認識なんですけど、剣なうとこも剣なおことかの入った時は陽水が捕まって、雲水はいつ頃ですかな、77年頃ですかね。この歌は80年ぐらいです。それで終わりまして、次はあ、こんばんは。じゃあ春の歌いきます。忘れた頃に僕を忘れられない、そんな僕の手紙が熱く曇りガラスの窓を叩いて君の時計を止めてみたい。ああ僕の時計は時のまま風に吹き投げられた埃の中、二人の声も消えてしまった。春だったね。それじゃあ春だったに続いて私の作った春の歌、なんだっけ、春なんだっけ、歌なもんです。春を待ってる、春を待ってる。春です。セバちゃんとはね、前同じバンドやってたんだよね時期は別だけどね俺が辞めてから入ったらしいんだけど俺クビになったんだバンドベース弾いたんだけど、うん、分かんないちょっとあいつがギターの弦買えないから言ってやったんだ、うん、あいつギターの弦ぐらい買えるよって。私も首だったそれじゃあ、何を紹介する、あ、ガスさんすいません、あ、どうも、ま、生で、はい、生で、好きです君を今でもっていう暗い歌を伝えています。君のことを言えないのはもう
は中川五郎の腰まで泥まみれをやろうと思って練習してきました。あ、知ってます？先週生で見ました。あそこで本場で本場であ両国のピースなんとか中川五郎、はい、すごいな。中川五郎生腰まで泥まみれ。俺一回も聞いたことないですよ。あ、そうです。レコードももう20年ぐらい聞いてないんですが、それをなんでやろうと思ったかは、友達がこの前トモデマサトやってたんで、今日を僕はこれやろうと思って。多種僕は優秀な軍隊の隊員だった時、月夜の晩にルイジアナで練習をした。隊長は僕らに川を歩いて渡れと言った。僕らは膝まで泥まみれだが、隊長は言ったっすね。隊長、こんな重装備では誰も泳げません。そんな弱気でどうするか、俺についてこい。柱に必要なのはちょっとした決心さ。僕らは腰まで泥まみれだが、隊長は言いますね。隊長は危ない引き返そうと軍曹が言った。そんな弱気でどうするか、さっき歌ったな、腰が違う。どうするか、俺についてこい。前に、前に渡ったよりもずっと深くなってたの。僕らは首まで泥まみれだが、隊長は言ったっすね。引き返そうと軍曹が言った。僕らは泥沼から抜け出した。進めと言われたが、赤になって水に潜り死体を見つけた。泥にまみれた隊長はきっと知らなかったのだ。前に渡ったよりもずっと深くなってたの。僕らが泥沼から抜け出した。場所だけ死んでった。これを聞いて何を思うかはあなたの自由だが、あなたはこのまま静かに生き続けたいだろう。だけど死んでよかり思う人はあの時の気持ち。僕らは泥まみれだが、バカは酒を進め。僕らは腰まで首まで黙って全部泥まみれだが、バカは酒を進め。この歌を持って編集したんだった。ババアクラブっていうのが高崎にありましてですね、JB クラブっていうのがありまして、毎週毎月田中親父の会っていうのがありまして、あ、なんか聞いたことある、そこに出るときはこういう歌を歌おうかと練習してるわけでありまして。そうなんですよ、私は50、今年51なんですけどですね、私が一番若いですね。もうじいさん、ね、
あんまり若い人は来ちゃ嫌なんでしょうね、きっとね、出産時51やな、はいや一番若い、そんな自信感もしかいない、いや、どうちゃんとお姉さんもいますよ、お姉さんもね、いいなったばっかりだろ、ね、50代まあでも、若いぞ、ね、あ、若いぞ、若いぞ疲れ、ちょっと折れてしまったんですけど、あと何をやろうって、結構、まあいいや、じゃあ、まるちゃんごめんねをやります、そう、まるちゃん、まるちゃんからまた誘いだったんですけど、まだ行けなかった、まるちゃんごめんね、今日は行けそうにないよ、疲れ果ててしまって動き取れない歌詞をね、ちゃんと言えばとね、2番もじゃあ歌いますもん、なりちゃん君は本当に俺が好きなんだね、これ後で間違って気づいたんだけどさ、you
ギターのコードの音がいいやね。やばいな。高校の時に一緒にバンドを組んでた。あ、そうなんだ。何十年ぶりかの大会で。久々に来て。若返り。まさしね。あの、なんか、最後に。違う名前出てるんだって。まさしだから。歴史の真似をして作りました。ナイトブルースを。いつでも真夜中のハイウェイ夜の窓辺に一緒にいてくれ
スマッちゃんこれ何これ誰だっけ？あこれ A ですね。あ A 上ですか？あごめんなさいちょっと待ってください。まだ用意してないんで。